はい、どうも、こんにちは。稲田一馬です。はい。では、本日はラジオやっていきたいと思いますが、ちょっと新しいことをやっていこうと思いまして、あの、今まではこのラジオではパローボーイスという名前でやっていたんですけど、ちょっとパローボーイスはまた別にですね、あの、流し専門ラジオ。 と言いますかまああとはその懐かしのあの曲だったり、まあえー、これ流しで今どのような活動をしているのでしたりこれからどういうふうな活動をやっていきたいのかとで流しはすごく面白いですよといったそういったあのすっげえマニアックなんですけど流し専用ラジオというものをやっていきたいと思います、まあ、タイトルなどはまあ特になく、まあ、第1回という形で、えー、やっていきたいなと思いますのでちょっと新しい挑戦ではありますけれどもよろしくお願いいたします はい。では、まず自己紹介をさせていただきます。はい。私は稲田和馬と申しまして、主に流しとして活動しております。まあ、それ以外にも、あの、曲を作らせていただいたり、まあ、ギターのレッスンさせていただいたり、えっ、ー、と、あとは仏像作品展といまして、まあ、先日あったんですけど、まあ、そこで、あの、イベントを作ったりっていう活動が主にですね、まあ、ちょこちょこライブをやったりっていうことなんです。で、この、 流しっていうのを始めて2018年の1月から始めもう1年と9か月ほどありまして持ち歌が今532曲ございますいろいろな曲を覚えてきましたでこのそもそも、えっと、流しに関してお話をしたいと思いますねまずそもそもなぜ流しを始めたのかということなんですけどあの流しっていうのはまあご存知かと思いますがカラオケの前にあのまだカラオケということであの 音楽をリクエストして曲が流れるというそういう機会がなかった時に、えー、歌い手さんギターを持った歌い手さんがあの会リクエストを頂い,いて歌謡曲であったりその時の流行の歌を歌ったりということで、まあ、投げ銭をいただいて、まあ、酒場居酒屋などあの歩き回っている人を流しと言います。でそれを、えー、始めようと思ったのはなぜかと言いますと。 まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、まず一つは、えっ、ー、と、子供の頃からそういうことをやっていたというのが一つありますね。あのー、まあ、昔はもちろん自分の歌なんかなかったですし、だけど、あの、音楽が好きで、で、えー、その、 私がまだちっちゃい頃ですから、まあ、昔からではギターを始めた時は本当にまず真似事から始めたので、まあ、ベンチャーズとかビートルズとか弾いてたんですけどあとは同様曲とかで当時あの楽譜がなかったんですよねまあ楽譜そのビートルズとかベンチャーズ楽譜とか買ったんですけどそれ以外に問題だったのがあの熊本出身なんですけど熊本で その憧れのミュージシャンがいたんですよ。それはこの熊本とかその地域の人で、特にその人、まあ、CD は出してるんですけれども、楽譜とかはなかったんですよね。でもその人の曲を覚えたいと。でも覚えたいけど楽譜はないでもどうしたらいい,どうしたらい,いかということがあって、もうその CD を何回も聴いて、ギターで何回も弾いて、合わせて覚えるしか手段がなかったんですよ。で、それをあのやっていて、なんとかこれはこうだな、これはああなということで、なんとなくその音を聴いて、あのギターを起こすことがまあできるようになって、そういうのを続けていって、<laughs> あの友達と遊んだりとかしてると結構だからそのことが身についたからか他の曲も覚えられるようになってそこでギター持ってお隣と一緒に遊あのギター弾いてお面白いなっていう形でもうそれかもう10代の頃からやってましたそういう流れがあったので結構昔からその時からだったと思うんですけど聴いて曲弾けるようになるのが得意なんですよね得意ということでそれをえっとやっていったのはどうなのかということを考えてそれで 20代の頃はまあライブ活動ということで自分の曲を作ってうわーってやっていたんですけどどう,もどうもしっくりこないしどうもうまくいかないなんでかよくわからないけどということがあってでえとそうじゃなくてもっと自分自分じゃなくて相手,相手相手ということで相手が好きな曲をやっぱやっていくのはどうかということで一度その20年ぶりに復活していろんな曲をまあ覚えて そしてギターを弾くっていうのは流し、それやってみようと。それは流しというということでやってみたら、もうこれが思いのほか爆発しましてですね。あの、やっぱり皆さん知ってる曲っていうのは本当に嬉しいということで、それでたくさんの,リクあの1月から始める、そこからもう今1年9ヶ月経ってますが、いまだに勢いは止まらないぐらいに、まあ、させていただいて、で曲を覚えるのは得意なんで、それで続けているっていうのがまあ入り口ではあります。で、えー、っと、 流しという形で今となってはもうお店週34でさせていただいておりましてそこで、えーまあ、リクエストいただいて歌ったりとかまああとはその、えっと、逆に歌っていただいたりとかっていう形をしているということですねそんな活動を主にさせていただいておりますということでございますのでまあまあそんな感じでちょっといろいろと探り探りでありますがやっていきたいと思いますはいそれではまた